フィリップ・ルートビヒは、シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・ビーゼンブルク家の初代公爵。ゾンダーブルク家の一員で、ツビッカウの近隣に立つビーゼンブルク城を入手した。シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク公アレクサンダーと、その妻で、シュバルツ・ゾンダースハウゼン・ハク・ヨハン・ギュンター一世の娘であるドロテアの間の末息子として生まれた。ヘッセン・ホーハク諸家の宮廷を転々としながら、 青年時代を過ごした。1663年、非常に仲の良い友人だったザクセン先帝公、ヨハンゲオルク2世から、ビーゼンブルクの荘園と上官、及びキルヒベルクの町と20の農村を与えられた。ビーゼンブルク城が彼の居所となり、この城の名前が加盟として使用された。1668年、ルター派神学者、ヨハン・ビィンクラーを、 自分の息子たちの家庭教師としてビーゼンブルク城に呼び寄せた。シュネー・ベルクとノイシテッテイルでの鉱山経営に成功したことでフィリップ・ルートビヒは莫大な財産を築いた。彼はその金をビーゼンブルク城の大規模な改築、美化の費用に充てた。また、文芸サークル、実りを結ぶ会に名を連ね、私服の人という会員名を名乗った。1672年まで、 新生ローマ皇帝軍に中将として使え、強行騎兵連隊の指揮官を務めた。1675年、長男にしろと書量を売り渡し、1686年に、オーバーコッツァウの書量を購入した。晩年は、シュネーベルクで、鉱山経営に成功した火事上がりの不合ファイト、ハンス・シュノール・フォン・カロルスフェルトという儀を結んだ。1643年11月15日に、 レム号において、バルデックビルドゥンゲンハククリスティアンの娘カタリーナと最初の結婚をし、間に二人の子女を設けた。1650年5月5日に、バート・ホンブルクにおいて、ヘッセン・ホンブルク・ホーハク・フリードリヒ一世の娘、アンナ・マルガレーテと二度目の結婚をした。彼女との間に15人の子女を設けた。1688年7月28日にグ。 ライツにおいて、ロイス・オーバー・グライツ博ハ,ハイン・リヒ一世の娘、マグダレーネ・クリスティーネと3度目の結婚した。彼女との間に子供はない。ありがとうございます。